皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加藤子と申します。令和新選組、八幡愛志氏がですね、熊本地震の二次避難の誤情報について、総理の言葉足らずが原因だという投稿していて、本当にやめてほしい。せっかく令和の山本太郎氏が素晴らしい活動をしているのに、こういうことまで言っちゃうと、さすがになんか令和の評判が落ちちゃう、山本太郎氏の評判が落ちちゃうので、 足をを引っ張る投稿はやめててほししいいいいいとと思思まますす解説きた岸田総理がですね二次避難について誤解を招き,招きかねない事実に基づかない投稿が散見されていますが二次避難先は行政で手配しており避難者の方にご負担いただくことはありませんというところに対してですねなんと令和の八幡愛氏がですねそもそも総理の言葉足らずと説明不足がすべての原因なのに。 勘違いをさせてしまった人々悪質な虚偽情報かのように扱うことが、いや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 、せっかく山本太郎氏が素晴らしいことやってる。ここに噛みついて、そんなとこに噛みつくとこじゃないでしょう。令和の信頼度が落ちちゃいますよ。ただでさえ令和、僕も個人的に令和応援してますけど、やっぱり令和ってなんかただなんか、なんかただ反対してるだけでなんか何もやってない、なんかね、でみたいな。 そういうふうに見られちゃう典型例のダメ投稿じゃないですか。でそもそもこの二次避難のご情,ご情報というのはですね、えー、ラサール石井,石井氏がですね、えー、岸田首相の二次避難投稿に対して、えー、そんなね、ホテルとか旅館に被災者行けなんて、被災者に金回るのかっていう、えー、投稿をしたところ、いや、被災者は無料で利用できますよっていうところで、まあ、これを誤情報ということですねで。これに関してですね、ラサール石井さんは謝ってるんですよ。 正月以来、政府の地震災害への対応に怒りを感じる連続だったので、二次避難のつぶやきにも即反応してしまいえ、ホテルや旅館が有料であるかのような誤情報を流す結果になりました、被災地の皆様にはただならぬご迷惑をおかけしたことを深くお詫びしまって、当の本人は誤情報です、申し訳ございませんって謝ってるんですよ。 謝ってるのに、謝ってるのに、八幡愛氏がこんないや悪質な虚,虚偽情報かを扱うようなことに違和感があると、ことば足らずで説明不足でって、いやいやいや、そうじゃなくて、ラサール石井氏が間違ってても謝ってるんですよ、それをここで、いや、その誤情報した方が悪くないと、いや、岸田総理が悪いんだっていうのは、そ,それは。 それは私は別に岸田総理のことはね、全然評価はしてないです自民党は大嫌いですし、令和は応援してますけど、こういう投稿するから令和ってなんかダメだよね。だから令和に投票したくないよねって思われちゃうんですよ。せっかく山本太郎氏が頑張って、えーね、この被災地支援に頑張っているのに、こういう足を引っ張るような、ね、投稿、本当にやめてほしい。で、八幡愛氏に関してはですね、この前もなんかその投資とか兄さんのことについても、 なんか全然わかってないとこうして、まあ突っ込みのリポを入れたんですけど、その、何でもかんでも政府のやることなすこと全部反対するんじゃなくて、間違ったところに突っ込み入れればいいのに、こっちが間違ったことに突っ込み返しして、それもうただのバカになっちゃう。だから、だから令和はダメなんだみたいな話になりかねないということです。というわけで、令和山本太郎氏が今回素晴らしい活動をしています。下地入りして素晴らしい頑張っているのに、 こういうですね、足を引っ張る令和の投稿によってですね、令和全体のね、なんかこう、その、 評価が下がってしまうような投稿は本当にやめてほしい。あれ、すぐ撤去してえ、間違いでしたと、ご本人のね、ラサール石井さんの本人も謝っているので、私の言い過ぎでしたと、岸田総理申し訳ございませんっていうことぐらい言ったらどうですか。その方が令和は信頼されますって、令和山本太郎氏がやってることだけで十分なので、足を引っ張るような投稿はね、本当にやめてほしいなと思います。